はい、皆さんこんにちは。香川亮の今を生きる、今日は、ALD の未来を考える会の理事長本間理恵さんをお迎えしました。理恵さんこんにちは。こんにちは。本間理恵さんは、はい、ALD の未来を考える会の理事長でいらっしゃいますよね。はい、はい、そもそも ALD を考える会っていうのはどういう理由で、始まったんでしょうか。はい、実は私の息子が元気に生まれたんですけれども、はい、6歳の時に突然 ALD 副腎白質ディストロフィーという病気と宣告されまして、はい、当時はもう真っ暗闇になったんですけれども、あの ALD の患者会が日本にないということが分かりまして、世界の患者会の情報を集めて日本で2000年に立ち上げました。孝太郎さんが ALD にを発症したってことですよね。す、はい、つまりその時にはもう全然分かんなくて、あのこれを読んだ時には6歳の時にある日突然、あ、そうです、はい、はい、その時にその全然最初は何だか分かんなかったわけでしょ。最初はちょっとまあ、元気がなくなったんですね、はいはい、それからあの幼稚園バスは大好きだったのに、はい、まあ、突然乗りたくないと言い出したり、ええ、最初だからいじめられていると思いました。ああ、なるほど。それがなんかおかしいと思ってお医者さんをたくさん回ったんですか。はい、そうなんです。実はこの病気はなかなか小児科の先生でも見つけられない病気で、うんうん、当時今から21年前ですからね、はいはいはい、もっと情報がない時代だったわけです、うんうんうん、で近所の赤ちゃんの時から見てくださってる会議の先生だとか、うん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 、児童科の先生とか、うん、いろんな先生にお話ししたんですけど、うんうん、まあ手がかりがなかったです、うん、いや、なんかこの話を読むと、うん、フランスに一件そういう症例があっただけで日本には全然ないと先生がおっしゃったと言ってましたよね。確定診断の後、うん、まあ、とにかく日本ではすることがない、うん、っていうことだったんです。もう手の施しようがないと、はい、もう放っておくと、はい、1年で息子さんは植物人間になります、うん、って言われて、ガーンですよね。地獄ですよね。で、もうでもそれでもまあ性格的に諦めない私なので、はいはいはい、すごいですね。で先生に、うん、でもここは日本ですよねって、うん、世界中の医学を調べたら何かないんでしょうかって言ったんですよね。でその時におっしゃったのが、1年前にフランスで骨髄移植の症例が一件だけあったんです。でそれをもとに、日本で初めて骨髄移植を、あ、この病気ではですよ、はいはい、ALD では、はい、受けました。はい、でそもそも ALD っていうのはどういう病気なんですか。はい、はい、こちらが私どもの会の ALD なんですけれども、はいはいはい、ALD アドレノロイコジストロフィー、まあ、副腎白質ディストロフィーなんですね。で先天代謝異常症の特定疾患に認定された遺伝性の難病です。で X 連鎖の遺伝病なんです、うん、だからお母さんから遺伝していく形態の病気なんですね、うんうんうん、で日本の方って遺伝っていうと、はいはい、あ、もう遺伝なのね、じゃあ私には関係ないわって方がたくさんいらっしゃるんですけど、はいはいはい、実は遺伝子の変異っていうのは誰にでも持っていて、うんうちの息子は、まあ、ALD の遺伝子の変異を生まれつき持って生まれた、うん、しかも私をたどって、うんうん、で私は何もないわけですよ、うん、だからもう本当に青天の霹靂っていうか、うんうん、だからお母さんがすごく自分を責める病気なんですね。自分のせいでなっちゃったと、なっちゃったと、うん、で、でもどうなんですか実際のところ。その通りなんですか。その、あ、私ですか。いやいや、そうじゃなくてその遺伝子が、はい、その突然に変わっちゃうわけでしょ。突然変異もあります、うん、お母さんがキャリアじゃない場合もある、うん、あります、うん、この病気も、うん、だけれども、まあキャリア、私の場合は完全にキャリアだったので、うん、あ、そうなんですか。私がその ALD の遺伝子のキャリアで持ってらっしゃるってこと。そうです、うん、私は元気なんですけど、うん、なんか男の子のしかあまり発症しないって書いてありましたよね。はい、で、うん、実はこの病気小児だけではなくて、うんうん、成人型もいらっしゃるんですね。お、じゃあ僕もなるかもしれないってことですか。うん、調べたら何かしら遺伝子の変異は皆さん持ってらっしゃるので、はいはい、
まあ、LD だけでなくても、うん、ちょっと年配の方がパーキンソン病とかになられたりしますよね。うんうん、ありますね。はいはい。だから、あれもそれまでは普通に平気でしたね。そうなんです。だからそういうご病気っていうのは他にもあって、うんうん、まあ、LD はうちの息子の場合は幼年期型で5、6歳発症なんですけど、もう20歳で教育大を出たお兄さんやお孫さんがいる方も突然なっちゃうことがあります。はいはい、なるほど。そしてその息子さんが ALD に、はい、を発症して、はい、それからどんな感じになったんですか。そのご自分がどういう活動を、例えば、はい、お医者さんに行ってその原因を探って、やっと ALD だってことが分かりました、はい、でフランスに症例が一つあるってことが分かりました、はい、それからどうなったんですか、はい、それであの、うん、とにかく家族全員骨髄の方を調べまして、うん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 、そしたら娘が3歳上 の娘の骨髄があったので、はい、それであの骨髄移植をもうあの迷いなく決めました。その骨髄移植をして効果はありましたか。あのそれはもう本当にあの個人差はあると思うんですね、うんうん、でも我が家の場合は、まあ、骨髄移植をした後、うん、とても進行が早かったので、うんうん、息子は寝たきりになりましたけれども、うんうん、移植をしなかったら今の命はなかったと思います。もうなくなってるってこと、はい、だから私はあの骨髄移植をして本当に良かったと思いますし、それぞれあのした方はその後分からないですね、予後、うん、っていうのはね、うんうん、で会をしてると皆さんに移植をしたらどうなるんですかって聞かれるんですけど、うんうん、そうですよね、本当にこれはねやってみないと分からないです、うんうん、例えばその骨髄移植をして、はい、その病気の進行が止まったわけですよね。そうですね、ある程度どこかで止まったらからこそ生きているし、うんうん、まあ、あの皆さん寝たきりっていうとね、うんうん、あのみんな寝たきりの人は一緒っていうふうに言うと思うんですけど、はいはい、寝たきりでもあのうちの息子とても肌が綺麗ですし、うんうん、関節もよく曲がるんですね、うんうん、それはやっぱり寝たきりの後のケアがとっても行き届いているからなんですよ、うんうんうん、だからそうやって、まあ、寝たきりにならない方がいいですけれども、うんうん、そういう方法もあります、うん、そして、うん、今元気に、うん、あのしています、うん、例えばその骨髄移植をして、もし骨髄移植をしなかったらもう孝太郎さん亡くなっちゃったんだってことですか。そうですね、もうタイムリミットだったと思います、はい、あれがギリギリ、うん、でもう本当にあの進行がもう1週間単位、うん、えそんな早いですか。早いです、もう本当にだから、うん、あのよくドラマとかであるじゃないですか、癌、はいはい、になって、はい、なんかガーンってこう確定診断を受けて、はいはい、徐々に、ね、はい、時間軸でこう、はい、ありますけど、はい、ああいう感じではないんですよ。もうなんか不安でいっぱいなのに、その中でも毎日毎日いろんなことが起きるので、うんうん、なんかその中では最初は元気がないから、うん、うちの息子は多動症状ができました。だからもういろんなところに行っちゃうんですよ、判断ができる。例えばその骨髄移植じゃなくて ALD の話をもう少し、あの病気の方の話をもう少ししていただきたいんですけども、はいはい、その ALD っていうのは僕よく知らないんで、もう少し詳しく教えていただきたいんですけども、はい、あの特徴的な、はい、あの症状がありまして、あまず原因から、はい、あ原因はあのとっても難しいんですね、副腎白質ディストロフィーだから、あのまず副腎の機能が、はい、遺伝子的に変異を持っているので、うんうん、私たちは副腎でいつも極長鎖脂肪酸っていう脂肪酸を、うん、あの、はい、長い鎖の脂肪酸、はい、そういうのがあるんですね。あるんです、はい、あの英語だとロングチェーンファティアシートって言います、うん、で、まあ、こう何個かでいつも正常の範囲で切ってるわけですよね、うん、ところが遺伝子に変異があるものだから、うんうん、ある日突然その極長鎖脂肪酸がどん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 溜まっていくわけですよ、体に。でその溜まった脂肪酸が脳を脅かす病気です。うんうんうん、脳の神経を脅かす、はい、そうです、はい、神経難病です、うん、その脂肪酸が脳になんか毒かなんか出すわけですか、はい、そうじゃなくて毒っていうか、うん、まあ、その辺 の、 あのメカニズムは、うん、あのとても科学的になるので、うん、あの私からはあの、うん、あんまり詳しい説明をしても、うん、あの誤解を生むので、うん、あのこのね、うん、あの病気の有名な映画があるんですよ、はい、ロレンツォのオイル命の歌という、はいはい、あのその映画の中に、うん、あのもっと細かい説明があって、親御さんがこの脂肪酸をに効くオイルを発見する映画なんですね、うんうん、であそういうのがあります。うーん、でもそれは特効薬じゃないの。映画の中では
あの最後とてもあのハッピーハッピーエンドで終わるんですけれども、うんうん、現在は、まあ、あの医学的にこの病気が、はい、この病気を治すとかそういう効果はないって言われてます。ああ、じゃあそれは民間の治療法みたいなところがあるんですか。そうですね、そこまでは持っていかなかったけれども、この映画はとにかくお母さんが、うん、お父さんも、まあ、お父さんもですけれども、うん、子供を守るために、まあ、あの医学の知識が全くないね、うん、親御さんがもう必死になって探すっていう、もう本当に素晴らしい。ああ、それで最後にそのハッピーエンドで終わるという形。そうですね。ああ、ところがなかなかそうはいかない時です。そうですね。はいはい。そうですか。じゃあその脂肪酸を出して、それが脳に溜まって、それが神経を動かしていって、体が動かなくなって、最後に死に至るという病気なんです。そうです。で、そのちょっとそのあれとその骨髄移植とか、僕は因果関係がよくわかんないんですけど、そうする移植するとどうなるわけなんですか。その、まあ、血液の中分、はい、中にある遺伝子を正しいものに生み出すわけですか、骨髄が。あの遺伝子治療ではないので、うんうん、まあ、今後そういう遺伝子治療も、うん、あの期待されてはいます。うんうん、今あの遺伝子治療で、うんうん、難病と言われる病気が、うん、あの解明されてきてますので、うんうん、まあ、今後はそういうこともありますけれども。うんうんうん、この骨髄移植に関しては別にこの骨髄を入れたからといって遺伝子が操作されるとか、あのそういう単純なことではないですね。まあでも息子の場合は骨髄移植をして、まあある程度は進行が抑えられました。だから現在がある。そのメカニズムはまだあまりよく分かってないですか。あ、もうこの病気自体の全てのことがまだ分かっている病気ではないですね。だから今後に期待されます。ただじゃあその症例としてフランスでそういうことがあったと、それでうまくこう進行が止まったとか、そういう症例があったんで、それに追従してって形でやったってこと。そうですよ。そのフランスの例はとってもよくって、うん、お姉ちゃんの IQ よりも高くなったっていう症例だったんですよ。うんうんうん、でまあそれをもとにドクターたちも手探り、うんうん、まあやったことがないわけですよね。そうですよね。お医者さんも大変だったでしょうね。それでまあ、うん、今はね、あの本当に在宅とかヘルパーさんとかいう言葉もありますけど、当時は難病の子供なんて、だって聞いたことあります？21年前ですよ。まあ難病はあったかもしれないけど、それを在宅でやるとかそういうのはなかったかもしれないですね。ましてすごいお母さんが大変だ、お父さんお母さんがね。そうですね。ましてそこのヘルパーさんだとかそういうシステムがあんまりない時代ですよね。いや、ほとんどなかったです。本当に大変ですよね、はい。うん、だってそれに難病しても受けてたんですか、その時。あの ALD はでもおかげさまでも当時から難病指定にはなってます。ああ、じゃあまだ良かったですね、経済的な面でね。そうなんですよ、ね。うん、こういう難病になると一番はやっぱり生活保障ですから、うん、そうですよね。その医療的な面でカバーされるっていうことは、うん、あのとても運は良かったと思います。うん、ただ、うん、あの皆さんね、それもあの世の中の方誤解されてるんですけれども、難病に指定されてると研究されてるって思ってるんですけど、はいはい、うん、それは違うんですね。でそもそも日本の研究費っていうのはもう海外とレベルが違いますから、はいはい、だからあの最近山中教授が募金を集め出しましたよね。ああ、そうなんですか。僕はよく知らないですけど、はい、ちょうど本当に一昨日かな、私記事見ましたけど、あの山中教授が募金を集めるっていうのはよっぽどのことですよね。それぐらい資金がないんですよ。なるほどね。はい、わかりました。大体 ALD のことが分かってきたんですけども、はい、まあ、ALD っていうのはそのなんかスクリーニングをしなくちゃいけない、あ、スクリーニングすると子供の時、はい、幼児の時に発見できる、はい、それが早期治療につながるってことを聞いたんですけども、はい、実は私たちの法人では今、これからなんですけれども、新生児スクリーニングを授業としてやることを一番の目標として今活動しています。で幼児ではなくて、実は赤ちゃんが、はいはい、生まれた後なんですね、うん、新生児っていうのは、うん、出生前スクリーニングっていうのは、ね、お腹の中にいるとか、はい、で新生児スクリーニングっていうのは赤ちゃんが生まれた後に、どういうこと、血を取る。そうなんです。とっても実は簡単な方法で、うんうんうん、そんなに高額な費用もかかりませんし、うん、今他の病気では各自治体でもう行われている、うん、ご病気もあります、うんうん、でそれの一つの
検査の中に一つの項目として入れれば大丈夫ってこと？そうではないんですね。そういうふうにしてしまうと、うん、あの自体がやるとすごく時間がかかってしまうので、うんうんうん、ALD に関しては全く別の方法で、あの、うん、やるシステムがこれから導入されていくと思います。あ、そういう医療機関ができるわけ、医療機関とか医療機関の中に組み込まれていくってこと、はい、自治体とか行政がやると、うん、とにかく時間がかかるのがお分かりですよね、はいはい、なのでそうではなくて、あの民間で、うん、まあ、研究所を通じて、うん、まず実績を上げていく、はいはい、でそのやり方としては、うん、赤ちゃんのかかとからちょっと、うん、あのこう傷を入れて、はい、血をちょっといただくんですね、はいはい、でこういう露血のようなものをポタポタ垂らして、はいはい、その露血を研究所に送って、はいはい、それをスクリーニングする、検査するっていう方法なんです。だから、はい、あのそんなに赤ちゃんに苦痛もありませんし、うんうんうん、でそれであの発見された赤ちゃんが、うん、もし ALD だと分かれば、うんうん、息子も半年早く移植していたら、うん、社会生活ができたわけですよ。え、そうなんですか。そうですよ。だからうちの息子は、はい、うん、さっきも言ったように元気がなくなって症状が出てから移植したわけですよね。要するに今までの ALD の歴史っていうのは症状が出て初めておかしいと思うわけです、うん、そりゃそうですよね。あ、それまで分かんないわけですからね。ですです。それで、はい、あの ALD だけじゃないでしょ、うん、例えば胃がんだって、うん、胃がおかしいって病院に行くから分かるわけです。そりゃそうですね。だから、はい、とにかく病気っていうのは早期発見、うん、早期診断がとっても大事で、うんうん、あのこの病気もじゃあ早期診断って何がいいかって言ったらもう新生児スクリーニングなんですよ、うん、とにかくもう生まれた後調べる。で特にこの病気あの男の子の病気に出るので、うん、例えばお兄ちゃんがもう ALD で亡くなってたりするご家族はもうすぐに調べた方がいいですし、要注意です。みんな調べるのは怖いんですよ。もう怖いでしょうね。怖いですし、はい、隠すんですよ日本は、はいはい、だからそんなことは 言ってはいられないんですよ、うんうん。で特に成人型の場合は進行が遅いので、うん、例えば歩行障害とかで普通に就労している方もいらっしゃいます、うんうん、でもそこに娘さんがいたらどうなりますか、うんうん、だって、うん、女の人を通じてその子供に生まれるんですよ、うん、ということは男の子を産んだら可能性があるわけですよ。だからお父さんがたとえ軽くて普通に生活ができてもちゃんと遺伝の説明をしてほしいんですよね、うんうん、なるほど。だからただ新生児スクリーニングをやればいいっていうことだけではなくって、ちゃんと患者さんがご自分のご病気、ご家族のご病気をちゃんと理解をして正しく知るってことがとっても大切だと思います。そうですね、はいはい、やっぱりそのスクリーニングっていうのは結局ALD の未来を考える会っていうのが今そのスクリーニングの ALD についてはこう、はい、促進しようとしていろんなところに働きかけてるわけですか。はい、そうですよ、はい、私たちがあのやっているのは、うん、研究とかはできませんから、はいはい、私たちはまあ、そういう患者さんがいたらすぐにご連絡を取って、まあ、情報を、うん、共有しようということですね、はい、まずね。それから皆さんご存知ないですよね、はい、でまずこの回も、うん、本当に認知度が低いです、うんうん、だからまず知っていただくこと、はい、それで実は10月2日に、うん、コンサートがあるんですよ、はい。で10月2日に何でしたかっていうと、うん、この病気を発見された五十嵐先生が初めて医学誌に、はい、この脂肪酸がたまることを発表した日なんですね。あ、論文を発表した日なんです、はい、でその業績を称えて10月2日に、はい、吉祥寺の高泉寺で、高泉寺って、はい、場所はどこなんですか。吉祥寺のもう駅前です。駅からすぐです。サンロードの方ですか。そうです、サンロードまっすぐ行ってで左側、はい、あそこですか、はい、そこで夜7時から、はい、演者さんが4人いらして、はい、とっても素敵な、うん、お寺でのコンサートをやりますので、はい、ぜひどなたでも難病の会だから一般の人は参加できないとかいうことはないので、ぜひ皆さんいらしていただきたい。はい、わかりました。じゃあ最後にスクリーニングの意味と効果というか、まあもうある程度言ったのでね、はい、もう一度その整理というか、はい、そういうことでその、まあ、ALD の未来を考える会が、はい、いろいろとそういう必ずエイジの時、子供の時、小さい時に、はい、生まれた時にすぐやった方がいいということを、
提唱してて、それを やるような制度化をしようとして進めてるわけですよね。そういう活動をしてるわけですよ、ね。まあ、これからですけども、はいはいはい、これからどんどん啓発していきたいと思います、はいはい。じゃあ今日はこれで、終わります。ALD の未来を考える会の理事長の本間理恵さんでした。どうもありがとうございました。